パンジャンドラム作りてー。コマみたいな形をしているイギリスのボツになった兵器、中に爆弾が入っていて、両側の車輪についたロケットエンジンでこの本体ごと回転しながら相手に突っ込むっていう変なやつ。今回はこれが回ってるところ見てーってことで作っていきます。これが設計図。今回はみんな持ってるコンプレッサーの圧縮空気を使います。空気を円筒のドラムの部分に送り込んで、それを車輪についているノズルの部分に導いてジェットを噴射するっていう仕組み。断面はこんな感じ。車輪に色をつけて完成。 3D プリンターポチ。来た。こっちも集荷。ここで一つ、この設計だとジェットで吹いた空気が隣のエンジンの壁にぶつかって、せっかく回転しようとしているのにブレーキがかかってしまうってことで、外側を斜めに金具をつけて車輪を入れて本体瞬着キャップをつけたら完成。じゃあいよいよ最大出力。ちょっと待って言うけど、片輪にしたらよかった。またもっと高圧なら走るかも。今日も楽しかった。じゃあまた。